明日は作戦決か。やっぱり4時間も5時間もやってるとボタンを押しされるわな。まさかストーリー続くとは思わねえのかな。驚く。図書館に急ぐぞ。難易度が下がってからでなんとかなるのかな。ボスまでは難易度下がってくれたそれだけど、ストーリーもほとんど見てたからよくわからないけど、まず、なくなる。最終回は YouTube の方でね、最後の戦いは、いや、まあ、ストーリー見ながらでいいと思ったら、ね、戦いはちょっと、いきなりこれ、最後の戦いは、いや、アンブロ、計画は18万もするのかと思ったわ。なあ、ルカ、今でも。一でも3万ぐらいしか稼げないから。あとでもどこはいどこはいたもじすたたかうときイージスタワーのことモナニャンにも伝えないと。モナニャン、というわけだ。すいません。まあ、多分これで終わりなんで、このショーで。あ、次も最後なんで、戦うのはちょっともうちょっと戦力的に厳しそうなんで、ブースターがちょっと高すぎて、あと5台分買うのに相当時間かかりそうだから、毎日ダラダラやってお金貯めるしかないって感じなんで、僕はただストーリーだけ進めればいいんで、の20、Day21 が最後なんで、はい、もうこれはただストーリー進める感じですね。戦うのもなさそうなんで、最後の戦いの日の前の日の感じって感じか。さあ、交流任務で取ったガチャの人、その任務をやって終わりって感じですね。ボタンを押し続けたいそう。いや、
あ、ストーリー飛ばしてるから結構いったって感じです。15、16、17、18、19。飛ばしてないともう無理です。21はいかないんで、最後の戦いなんで、いろいろ戦えて、いろいろやんなきゃいけないみたいで、ボスにたどり着くまでもいかなきゃいけないみたいだから、やらないし、もう戦えないと思う。まだ揃ってないんで、戦が揃ってない。もっと強くなろうというお客さんがたくさんいらっしゃるようになりたい。あれはモナニャンのことだったんだ。そうして、あたいの田んぼは守られたんだ。でも月城ちゃん、開墾にセラフを使ったもんだから懲罰もなさ。1ヶ月の風呂掃除が命じられた。あたいのせいだからって変わったんだけど、気づくと月城ちゃんも一緒にお風呂掃除してた。ただただ黙ってブラシを動かしてんのさ。あたいのためにやってくれたんだ。あたいが変わるって言ってもその手を止めないんだ。ただ一回だけこっちを向いて言ってくれたんだ。お前の大事なものだったんだろうって。十分うなっていると思う。あっ、自分に振り向いてくれた言葉。油揚げ見るところ。アンボが何かに。ざっくり。21は行かないですね。行かない。戦いになっちゃうんで。長期戦になっちゃう。あとクリア多分できないんで。ちゃんと装備がそう。かなりし。あの戦い。ちょっとごめん、ルールよー。まあ今日ガチャで取ったのこの方をね、そらランク上げない。めちゃくちゃスタイルがいい。まああのステータスが低い。うん、作戦直前だし悶々とする。ほんとダメージ入んないもんね。あ、ユイナ先輩だ。こういう時はユイナ先輩に相談したくなるな。でもただで相談に乗ってもらうわけにはいかない。何かを持っていこう。ルカじゃないか、どうした？ちょっと待ってて。いざダンジョンへ。今年キャラ、他のキャラのランクも上げてデータス上げないとね。データス上げれば1100になったらデータス多分上がってられる。負けだな。100くらい上がったのはデータス、あまりこう貯めないといけない。やっぱり属性も使える可能性。ダンジョンかよ。まあ、だけど、歩くだけのあれだな、っぽいね。ただ出てるわけじゃないから。戦う？え、戦うとしても、まあ、こんなに弾制限とかあるわけじゃないだろうし。次しかいねえし、まあ。あたしらならやれるさ。てか、一人かよ。よっこらしょっと。 ありがとうございます。チャンスだ。ルカちゃんウィン。これこそが探してただけの、何を取ったのか分からないけど。
何を取っ早送りしちゃったけど、まあここにいたらまあ1回しか見れないやつ、まあいいんじゃん、行かなきゃ。諸葛孔明だ。はっ、数字に溺れていました。先輩、これを受け取ってください。え、いいのか。はい。そうか、ありがとう。うん、こういうのもいいものだな。ところでどうした。いや、こんなこと相談したらさすがに叱れる。そんなことは決してない。私でよければ相談に乗るぞ。結婚したくない。え、 SNS 的なものにうちの旦那が、うちの嫁がと文句が書き連ねられてたじゃないですか。 SNS とはまた懐かしいな。あんなに文句を言い合うのに人はどうして結婚するのかが分かりません。それは愛する人と一緒に毎日を過ごせるからではないか。それは恋人同士でもできるじゃん。でも結婚しないと子が作れないではないか。ああ、確かに。結婚とはこの人と幸せな家庭を築こうという誓いなのだよ。でも結局 SNS でうちの旦那が、うちの嫁がこんな相手だと分かっていたら結婚しなかったのにって後悔してたりしてさ、この人と幸せな家庭を築こうという誓いを立てた相手だったはずだろってなっちゃう。いいか、ルカ。はい。そういうのを見るのはやめるんだ。今はもう見たくても見れないよ。ないもん。ただの思い出だよ。ただし見まくっていた。おお、なんてことだ。若い結婚だったりするとさ、その後の人生でもっと相性のいい相手に巡り合う確率って結構高いと思うんだよね。まあ、そういう出会いもあるかも。私からすると、うちの旦那が、うちの嫁がって言ってる人はさ、どっちが悪いとかそういう問題じゃなく、結婚は早まったねとしか言えないんだよね。性衝動に駆られて我慢が効かずにそうなったんじゃって思っちゃう。まあそれが人の差が、遺伝子に組み込まれた本能だから、そういうケースも否定できないな。こんばんは。それに結婚してると不倫になって悪者扱いされるしさ、結婚してなかったらただ相手を変えるだけになるしさ、だったら一生結婚しない方が良くない？寝てたらね、いいか、どうにすんだってね、もう流れで進めるとこまで。お前はどこまで結婚に絶望しているのだ。誰だけど、心は大丈夫か、病んでいないか。いたって元気だよ。どうに進めるところまで、ね、だってすまない、これだけは飛ばしてないのは交流というものだから、一度しか見れないから。わざわざ私を頼って相談してくれているのに、巻きも、あの、その私がそんなのではダメだ。乗り越えてみせろ、見れるけど、見れないような気もするけど、今はまだ、トーリーはいつでも見れるから、過去のあれ。例えば、ルカはどんな時に一番幸せを感じる。交流は一度しか見れないようだから、だからこれだけは、見てる。家庭を築き、それを守っていくことが、でも内容はまあどうでもいいような話だけどね。私に？そうだ。今はこんな自分がまさかと思うだろう。あー、こんばんは、うん、こんにちは。来るのだ。何きっかけで？なんかね、今日ね、何きっかけ、なんかね、ずっと BS で見てたらね、12回まで行ってない、あれ、巨人ととかでだ。これから出会う、まあ、そうだ、結果わかんねえんだけど、これからたくさんの出会いがある。なんか11回とか俺見たんだけど。安心しろ、俺だけそんな日が来る、私が保証する。そんな風に言われるとは、もう出会っちゃってる気がしちゃうよ。もちろん出会ってる相手の可能性もある。ありがとうございました。よかった、今回は危なかった。ダークサイドに引きずり込まれるところだった。どうせんでいいのかな、わかんないけど。え、いや、どうなのかな、多分何でもない。また悩んだ時は俺、我が目を疑った、私の元を訪れるまで。あれ、まだ焼きやってんだと思ってて、できる限り力になる。12回多分ドローかな。
まだやってんだと思ってたら。よし、なんとかピース。お、オールピース。あ、ここまでしか行けないっすね、ここは。あとは21が最後なんで3勝。敵と戦わなきゃいけないんですよ、もう。かなりの連戦を。ユイナ先輩を誘ってお風呂に行こうかな。これは、毎度のことですね。まあ、女性しか基本出てこないんで、オラも出てくるんですけど、今日見たらメスだったみたいで。やったね。だからある意味、性別女性しか出てこないようなもんだと思うんで、ああ、はいっていう。まあ、この、ここの、なんか、ここの、ここの、これ女性が集められてるって感じか。この、敵と倒すための訓練所今、女性が集められてるって感じ。その、ユイナ先輩って呼び方は、どうにもなれない。男性が集められてるところも、理論上はあるのかもしれないけど。先輩に変わるあったかな最初の方だけしか見てないけど。例えば女性が集められてんだよ。敵と倒すために。お姉様。ユイナお姉様。交流は毎度のことこんな感じで。なんかやって、お風呂場に行ってなんかまだ交流深めです。その呼び方はいい湯だな、終わりって感じですね。毎度のこと。それでいい。それで頼む。まあ、ここ、どうでもいいっちゃどうでもいいんだけどね、内容はね。なきゃ見ないで別にストーリーに関わるわけじゃないし。はい、いつもの何でも忘れていい。このままだと終われないんで、形上は21に入るけど、朝の時点で速攻で脱げるんで、さすがに無理なんで、何かが足りないから入れないのは助かるんだけどね。入れるでしょ。さあでも無理っす。いかないっす。ちょっと疲れたんで。さすがにこっからが連戦になるんで。やってしまうと多分、後でやればいいと思うわ。チャレンジで。アンブローフンっていうのをまた取ってからでいい。決戦の朝だ。もう迷わずに、行けることは決まっていた。ポー君が18万5000もすん。6人分つけんだね。